モスバッハ地区シュパルトは、ドイツバイエルン州、ミッテル・フランケンのロート軍に属する軍所属し、シュパルトは、ニュルンベルク、アンスバッハ、トロイ・ヒトリンゲンの中間、フランケンコスイ地方の北部に位置する。この市の南西には、グローセブルムバッハ湖とインゲルスバッハ湖がある。街の中を、フランケン・レーツェト川が貫いて流れており、ゲオルゲン・スグミュントで、レドニッツ川となる。本市は、 公式には29の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。本市の市長はウード・バインガルトである。ベルンフェルス城ハルスドルフの起2000年の夏にゲオルゲン・スグミュントとシュパルトの間に太陽系を10億分の置に縮小した惑星の小系が解説された。そこには太陽と9つの惑星が 縮尺に従った距離に配置された模型で示されている。デオルゲンスグミュントのラートハウス広場に設置された太陽の模型が惑星の象径の出発点である。レーツと側に沿って太陽から最も遠い冥王星の模型がある旧シュパルト駅まで7トルの自転車道が走っている。それぞれの星の説明板にデータが記されている。毎年8月の終わりに 伝統的なホップ積み祭りが行われる。シュパルトの豚市ではホップの女王が選ばれる。2年ごとにヨーロッパ中で有名なファンスポーツチャレンジマットムートが行われる。ここではロープコース、スキューバダイビング、バンジーランニングなどの12種目が行われる。シュパルトはシュパルトアロマホップや市の醸造所で作られているシュパルタービールで広く知られている。 このビールには長寿の効果があると言われ、民用にも謳われている。シュパルトはドイツのホップ栽培地域の一つの中心地にあたる。ホップ栽培は1341年から行われていたことが証明されている。ホップ栽培入植地は1538年から形成された。シュパルトは周辺地域へバス路線が接続している。その路線には ゲオルゲン・スグミュントの駅や群庁所在地のロートへの路線がある。1969年9月までシュパルトはシュパルターボックルスと呼ばれたローカル鉄道の終着駅であった。ありがとうございます。